世界の人口増加、化石燃料の大量使用などにより二酸化炭素の排出量は増加の一途をたどっています。そしてそれに伴い21世紀末の平均気温は100年前に比べ最大で 6.4 度も上昇する予測がされています。気温が上がると海面上昇に伴う土地の減少、台風の大型化、マラリアなど感染症の拡大、地域農業の北上化などが予想され、県内のリンゴ栽培にも影響が出ています。地球温暖化は私たちにとって深刻な問題です。環境を守るため一人一人できることから取り組むことが何より大切です。家庭でできる取り組みとしては、電化製品の主電源を切る、冷暖房の利用時間を1時間減らす、卓熱電球を電球型蛍光灯に変える、お風呂の入浴の間隔を空けない、自動車の運転で加減速の少ない運転をするなどが代表的なものですが、ちょっとした気遣いをしながら簡単にできることばかりです。大志町にお住まいの若狭千里さんは昨年長野市から引っ越してきました。生ゴミの減量化を進めるため段ボールによる生ゴミ堆肥化を行っています。以前は長野市に住んでいたんですけれど、須坂市に引っ越してきて、ゴミ袋を見た時にゴミ袋が小さいって思ったんです。でこれだとすぐゴミ袋も終わってしまうし、どん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 ゴミ増えてしまうんじゃないかと思って、で堆肥化の方法を知って、こういう方法があるんだったら使ってみてやってみようと思って始めました。ゴミ袋に生ゴミが溜まっていると、こうゴミを置いてあっても臭いんですけど、毎日堆肥のダボールに処理をするもので、生ゴミ臭さが、夏場の生ゴミ臭さがないというのがいいですね。あとゴミが減るということで、与那持町にお住まいの斉藤悦司さんは、地球温暖化が社会問題になり始めた時から関心を持ち始め、6年前に4キロワットの能力を持つ太陽光発電機を自宅の屋根に設置しました。経済面よりも少しでも地球環境の役に立てばと導入し、以来発電量を毎日記録しています。太陽光発電のモジュール版といいましてね、1枚800ワットの発電能力 を持っている版で、これが合計32枚載っております。儲かるっていう、儲かるとか損するかっていう、そういう意識より前にですね、やっぱり今自分たちが生活している恩恵に対してですね、自分でいかに生活環境のために、地球環境のために貢献できるかってことを考えると、やっぱりそう無駄な投資ではないと、そういう思うんですがね。はい。だから長い目で見れば決して損するっていうあれじゃないと思います。はい。これ発電の、記録やるモニターなんですが、これもう1秒ごとに刻々ここへ発電の数字が出てまいります。で、一番見やすいところへ置いとくとですね、やっぱり今どのくらいあれだっていうのすぐわかりますもんで、こんなにもね、発電してるっていうことになると、もうどこでもできるっていう条件ですからね、何もしないのがもったいないなというような
そういう気持ちありますね。須坂市は地球温暖化防止へどのような取り組みをしているのでしょうか。地球温暖化防止でございますけれども、3つの大きな柱を考えております。1つは、ゴミの減量化、2つ目は省エネルギーの推進、そして3つ目は新エネルギーの普及でございます。その3つの柱を地球温暖化防止の対策を具体的に進めているということでございます。ちょっとグラフを見ていただきたいんですけれども、須坂市の後期基本計画の目標の中で、平成22年度ですね、これを可燃ごみの量です、燃えるごみの量を1万トンに削減していきたいという大きな目標を持っております。電動生ごみ処理機に対する補助でありますけれども、補助率が3分の1で限度額が2万円でございます。生ごみの堆肥化容器ですね、いわゆるコンポストでありますけれども、補助率がやはり3分の1で限度額が5000円ということで、市の方では補助制度を持って、普及を進めております。それでは温暖化防止の2つ目の柱であります、省エネルギーの推進でございます。この省エネルギーの推進につきましては、実は平成18年度に、市民の皆様にご協力いただきまして、環境家計簿というものをデータを取らせていただきました。実に300世帯の皆様にご協力を、大変忙しい中していただいたわけでありますけれども、このデータが把握することができました。ここに環境家計簿の付け方ですね、非常に簡単なものなんですけれども、CO2 の量に換算する簡単な計算式が載っています。公用車へのハイブリッドカーの導入ですとか、学校等公共施設への太陽光発電の導入ですとか、ペレットストーブを実際に市民の皆さんにご覧いただいて、我が家でも導入できればなということの検討の材料にしていただきたいかなというふうに思います。須坂は5万3000人という小さな町なんですけれども、このまま温暖化が進みますと、ブドウやリンゴの今産地でありますけれども、みかんができちゃうっていうようなことも言われています。ぜひご協力いただいて、市民全体、市全体の運動として、実行あるものにしていきたいかなというふうに思っておりますので、改めてご協力をぜひお願いしたいと思います。人口5万3000人余りの須坂市は、工業国日本の中でも決して大きな存在ではありません。しかし、実際に効果が出るであろう温暖化防止の鍵は、私たちが握っているのかもしれません。できることからでいいのです。今すぐ地球温暖化防止に取り組みましょう。